いらっしゃいませ。ありがとうございました。上流 GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花輪は昨夜埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい、報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。なるほど、敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがまあ我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったふうな口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う？同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。よろしくね。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれから一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねて
たっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのに、なんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるかわかんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼。お邪魔いたします。何か。皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。おい、おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃないか。ジョーリュー、てめえ行くぜ。いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そしてこんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホでまだあいつが助かる目はある。それにはまずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ分かってる。Ah!
接の極道様が逃げるのか。俺たちから逃げらんねえぞ。今ので倒れてくれると楽だったんだが。いい加減諦めたのか。
やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったら、その後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな、お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんならこっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。うちの番だ。しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。分かってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。いらっしゃいませ。待ち合わせなんだ。どうぞ。姉ちゃん、
こちらの人にも俺と同じの。かしこまりました。なんでこの店なんだ。ここは一人称で一ちゃん安心な店なんです。いつもはこわもてのマスターがにらみきかしとるんですけど、今日はなんや腰痛めとるらしい。そうなんですよ、ごめんなさい。うん、ええー、てええー、て。案外律儀なんだな、お前一人か。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから、あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きとります。奴のことについてもこれからお話しさせていただきます。お前は渡瀬の命令で動いてると言ったな。だがあいつは今無所にいるんじゃなかったか。前にニュースで見たぜ。俺ら親父からはその直前に命令受けてました。いたらもんであんたを見つけるのにえらい時間かかりましてね。せやけどやっとここまでこぎつけた。あいにくだが俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですか。それは見てるうちに大体のからくりは分かりましたよ。あんたは大道寺一派と密約を交わしたんとちゃいまっか。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。大道寺言うたら昭和のフィクサー、黒い噂まみれの秘密結社みたいな連中や。で広島であんたをやったっちゅう陽明連合会はその兵隊です。あんたは連中を叩き潰したが、大道寺と手打ちするには死人になるしかなかった。つまりあんたもそれで納得しとる。なんやったらあんたの方から言い出した約束なんかもしれまへんな。全ては大事な子供たちを守るために。ああそうや、この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます？やってみりゃい。そん時はお前らも渡せもこの世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺の推理は大体合ってたようですね。鶴野だったな。俺が桐生一馬だとして、渡瀬の頼みってのは何だ？それを聞くならまず俺らの頼みを引き受けると約束してください。でないとお伝えできません。花輪さんの命を保証することも。何の頼みか聞きもしねえで引き受けろってのが。もちろん見返りはご用意させていただきます。もし引き受けていただけるなら俺があんたから大道寺の首を外してみせますわ。何？簡単なことです。あんたはもう一遍死んでみせたらええんですよ。親父の頼み聞いてくれたらこっちでもう一遍桐生さんの死を偽装します。今度騙す相手は世間やのうて大道寺一派や。あいつらかてほんまにあんたが死んだ思ったら監視のしようもあらへん。沢村遥や他の子供たち、そらさすがにまた一緒に暮らすのは難しいかもしれん。けど人目盗んで時々会うくらいできるはずや。また会えるようになるんやで、あんたが守った朝顔の子らに。ただしその場合花輪さんには死んでもらわな。何だと？桐生一馬の二度目の死や、その状況に説得力を持たせるには花輪さんの死体も必要です。
別にええやないですか。花輪は大道寺があんたの首につないどる紐でしかないんや。その紐切って自由になるのに何迷うんです。あんたはもういっぺん死んで生き返るんや。桐生さん、出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。綾子姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。さあほら行くよハルト。あんたはもういっぺん死んで生き返るんや。桐生さん、俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いたります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。
やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、その辺りで一人聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。堂島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんでな。分かりました。お心遣いに感謝します。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。赤目ってやつを知りませんか。赤目？さあどうやろな。あんた誰や。別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いやそれは。まあいわ。赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない、赤目ってやつを探してるんだが。ああ今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ。よそもんに余計なこと言うてあの人怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。赤目ってやつを知らないか。赤目さん。ああそれやったらほらあれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ、特徴は。行ったらすぐわかるわ。早行かんとどっか行ってまうで。
よし歌おうか。それでは聞いてくれ。バカみたい子供なのね、夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメダメダメよ、ダメなのよ、あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いを避けても歪まない思い出が、バカみたい。まあこんなもんだな。なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や。さあな。ああ？なんやだ？悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ。なんや。あんた知らんのかそうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな、ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせよおっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぜ。そらこっちのセリフや。まぬけ。やめろ。
お前らじゃ拉致が開かねえ。赤根んとこに案内しろよ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろん。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだがね。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まあそれはそうかもな。ん？なんて読んだらええ。本当に釣るのかだ。何も聞いてねえんだな。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの。ああ、もてなしって何のことだ。へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。はあ。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうんやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。
よっしゃ、これで完了や。もうええよ。んー、かわいい目してんのに、なんでずっとグラサン？あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかく、もう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。からどうする、上流。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやっていけんのよ。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？ゆっくり休めた、上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええねん。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい、そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？はよキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。わかった。
ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの？おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか。ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。囲い屋は蒼天上流がやっ。
か。しばらく寝てろ。時間こっちだ。よし、開いた。こいつは。よし、開いた。じゃあ屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は今騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで。ほんまくそが、ええ加減にせえよ。こら、何べん同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前らが囲い屋か。ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。私たちはどこに囲ってんだ。それは近江の極道も失が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。四つ寺会館、小区町西にある、あそこの
2階だ。分かった。じゃあしばらく寝てろ。もうお気に、おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら鬼連合言うてたで。あんた大丈夫なのか。この町に長居する気はないんだな。あんたは、え、もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなのか。ああ、おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとるわ。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。何しとんねん、我。長いこと換気もされてね。どれ、ずいぶん勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。いい加減なし。
かき集めたもんだ。こんなことしてただですまんぞ。わしらは組の人間や。大見連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。大見連合だったらなんだ。上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも。たった一人に潰されたとあっちゃもうここからは出歩けねえ。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何も言いや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといて。こいつはお前らのために言ってんだぜ。くそか。素晴らしいで上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ。ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。はあ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か。嫌やな。うちはそんなんちゃう。まっとうな支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ。それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。
今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。で、さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量やん。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前に、なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていく身だ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまお気に。あんな、せやね。あのね、頼むわ。
Hey!